生徒会参加のチームはほとんど倒した。あとはできるでしょうか今の。大丈夫、やれるよ。私はそう信じてる。頑張りましょう。もう隠れてガンプラつ。君も準備はいい？はい。皆さんのこと信じて。うん、一人じゃ難しくてもみんなで力を合わせればきっと勝てる。このホールを抜ければ生徒会室よ。ただ一般の生徒会役員以外が入るのは難しいわ。その通りだ。あ、生徒会室に入るためのカードキーはだから、このキーを欲する貴様らに譲る機会を与えようと。嘘ね、私たちに負けない。でもその言葉よく分かっているじゃないか。では。はい、大鳥涼子。涼子ゆい先輩、大丈夫とは言え。行こうみんな。ついにやってきました、この一戦。この緊迫のバトルは実況私シャッター。ガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨。それではガン。秩序を乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。さあバトル開始です。実況は私シャクのリンコが務めさせていただきます。ガンプラバトルレディーゴー。このクエストをクリアするとステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。クエスト開始だ。お前ならこれからどう。貴様らの方が残念。勇気が相手をするまでもない。プレイヤー1撃破されました。あなたを撃破してきた、覚えたわ。さあどうしてくれようかしら。怯えなさい、すくみなさい。ガンプラの性能を生かせぬまま消えていきなさい。ターゲット確認、これより破壊するわ。さあ腕試し。消えろ。この後はどうだ。ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。プレイヤー6撃破されました。第三勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。クエスト開始ね。どこから潰そうかしら。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。うわ、間に合わなかった。もっとことはエレガントに運ばないとだね。さあギミック解放のクエストです。第三勢力を撃破してギミックを利用しちゃいましょう。さあ腕試していこうか。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。俺としたことがクエストに失敗するとは。やりましたねチームブルー、これは大きなポイントです。クエスト失敗か、次
次はクリアしてみせる。任せてくれ。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト失敗ですね。次のクエストではポイント獲得なるでしょうか。キーパーツ回収クエスト開始。どちらが先にキーパーツを回収できるのでしょうか。回収は獲得ポイントが高い。優先して攻略すべきクエストの一つだ。たまらぬことだ。勇気が相手をするまでもない。はあ、今チームブルーの手にキーパーツが渡りました。さあ回収は間に合うのか。なんだと、こしゃくな真似を。もちろん押すわよ。飛ばしてみれば。どうだ、次はドイツだ。キーパーツ入った。素晴らしいプレーです。チームブルー、これは大きく戦況が動きます。判断を誤った。次で挽回する。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。プレイヤー2撃破されました。プレイヤー4撃破されました。回収中よ。回収終わったね、チームブルー。これは大きなポイントです。
態度ゼロ。ま、だが覚えておけ。勇気。それから大鳥、貴様には失望。はい。あの副会、あの余裕、今のバトルはまだ余力を残していたと。涼子、ゆい、もう無理やり生徒会のために違う。え、私は無理やり働かされていた。今の生徒会と生徒たちの干渉剤になることが、それと私が言える立場ではないのは分かっている。あの人は会長。どういうこと？会長はただひたすらに純粋なだけなんだ。私はそのす、しかし副会長の作り上げたシステムがそれを歪めてしまった。もともとはいずれにせよ私たちは間違えた。一人のためにこんなことになってしまって、前の生徒会役員だ。ゆい、涼子は涼子、変わらないよ。カンプラが好きで好きでたまらない。クールに見えて、それはガンプラバトルでも伝わってきてた。ゆい、大丈夫。涼子の優しさは分かる人には伝わ、きっと学園の生徒たちや。だから無理しないで、ゆい。うん、いろいろか。今度昔みたいに駅前のドーナツ買ってきて、みんなでおしゃべりしようよ。そうだな。それじゃあその前に決着をつけに行こう。みんな